皆さんこんにちは、マリです。ナオです。マリナオチャンネルです。よろしくお願いします。そして佐藤カメラの神谷さんです。神谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、今までの撮影の中で神谷さんの体力が著しく落ちているんじゃないかと思いまして著しく老後の心配をしてるんですよ。これからじゃあ介護の対象になってしまう。そうですね。なるほどなるほど。そのためにも痩せていただきたいんですけれども、はい、頑張りましょう。健康づくり支援センターさんの健康チェックっていうチェックがあるんですけど、はい、今日はそれを3人でやってみたいと思います。よし、得意。たまには勝たないですね。そうですね。いつも負けてるみたいな。そうですね。そう、いつも負けてるのがなんかわざとやねんかっていう声がね、僕の中から。今日はそのチェックを3人でやってみたいと思います。はい。健康チェックをする前にですね、はい、まず手始めにロコモティブシンドロームの危険性があるかをチェックできるものがあるので。はいはい、なんすか？なんすか？ロコモティブシンドドドーム。シンドドドームはですね。はい。筋力がちょっと落ちていて、はい、うん、将来的に介護の心配があるかどうかのチェックですね、うん、ああ、なるほどなるほど。筋力が落ちすぎてねえかってことですね。そうですね。怪我をしやすくなってしまうので、その危険性があるかのチェックを簡単にできますので、はい、うん、早速3人でやりたいと思います。はい、無理じゃね？履ける履けないの問題です。届かないよ、だって足が。こっちの足に足がつかないように、じゃあ履いてみてください。曲げてもいいことにします。あ、そういうこと。それは履けるわ。じゃあポクテッタダメじゃね、これ。あ、あ、寝てあ、あ、あ、履けませんでしたね。いや、履けたでしょ。え、だって何、みんなこうやって履くの。うん、ベッドに座ってこうでしょ。ぜひあの、これ神谷派だっていう人はあのコメント欄に、僕神谷派ですと、私神谷派ですと入れてください。こっからが本番です。あ、こっから本番なんですね。こっから本番です。神谷さんは危ういなっていう。ん？え？何？危ういのでちょっと精密検査に移る。ちなみに40代からのチェックなので、これ18だわ。なので私40代じゃないんですけど、はい、40代のやります。ということで、はい、早速、うん、始めたいと思います。はい、何も言わない。歩ける距離でもタクシーなど乗り物を利用してしまうの、はい、エレベーターやエスカレーターを必ず探してしまう、はい、休みの日は家でゴロゴロしていることが多い、はい、週に2日以上御前様になることが多い、はい、自分で働かず人に頼むことが多い、はい、若い時にスポーツをしていたので現在もその貯金で平気だ、はい、僕あの小学校の時野球ですよ。運動する時はその時だけまとめてするが長続きしない、はい、運動は暇とお金にゆとりができてからしようと考えている。いえ、ゆとりがあっても別にしたいとは思わないですかね。年齢を重ねるにつれて少しずつ太ってきている。はい、現在一切運動する気持ちはない。はい、はい、OK。 大きい。10だ。起き上がらなかった。9回。あ、いけるかも。1個いけるかも。よっしゃい。ほら。ほら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 。痛い。何これ。すねが痛い。ああ。あ、俺これ結構得意かも。
衝撃から大きいね、うん、あれ以上の衝撃はなかなかもうないけどね腹筋って普段使わないでしょ。だって生きてる中で一日中使いますよ。え、何に使う、何使ってるんですか。じゃあ逆にえ腹筋使うとき、なんか大笑いするときとかヒャーヒャーヒャーってときはなんか腹筋使いますけどねそれ以外腹筋使うことなくないですか。歩くときもね、座るときもずっと使っているじゃない歩かないですか。でも立ち上がらない。立ち上がるけど、立ち上がるときはあの机をちょっとこうやって腹筋じゃないその時はもしかしたらこう結果は、はい、あのお察しだと思うんですけど、はい、あの結果の方、うん、最初に質問を10個したんですが、はい、それにつきまして、マリナオちゃんは、うん、意識は高いので問題ありませんが油断は大敵です。運動の継続を。はい、はい、神谷さん、はい、運動不足です、はい、意識を改め行動するようにしましょうそのまんま。いや、とりあえずなんか全部質問されたものは全部はいでしたけど、はいかイエスで答えてくださいみたいな感じだと思ってました。はいかイエスちなみにその後やりました実際に体を動かす方の体力テストですが、はい、こちらはですね、マリノちゃん実年齢より若いです。やったー、 おーすごーい、やりましたなんですが、がお二人とも足の筋肉がちょっと弱いですかね。へー、他に比べるとグラグラしちゃったからね。そうですね、そこはあの年齢相応ですという。でこれまたあのお察しだとは思うんですが、はい、神谷さんはですね、はい、4つ全て実年齢より老化しています。お老化っていうキーワードが出ちゃったあのまだ間に合いますって言われてます。あ、よかったよかった。これを機にちょっと、うん、なんかプロテインとか飲めばいいですか。そういう簡単な、ね、話ではないですね。あ、そうなんだ。飲んで何もしなかったらただ太るだけちゃんと運動する人のためのものじゃないですか。そうですね、鍛える人のためですね、はいはい、あ、そうだ、飲んだらマッチョになるかと思ってた。そんなんがあったらもうみんな飲んでるみんなマッチョですよ、飲んでる人。違うんですね。どうすればいいですか。じゃあ何から始めればいいですかね。足腰ですよね。でもまず足腰、うん、私たち の、 あのタイガーさんからのあのね、はい、毎日1セットずつからでも始めたらいいんじゃない。一番最初のあれ無理無理無理。いや最初は無理でもいいですよ、はい、やれる範囲でやっててできてなくても、はい、それが少しずつできるようになってって、そのうちもう完璧に、うん、あんなすべきだよ。じゃあ徐々にじゃあちょっと動いていくように期待しております。今年の神谷さんイケメン化計画は筋力をつけていくっていう、はい、だから今年の年末にもう一回これやったらいいんだよね。そうですね。あ、それちょっと変わっていくかもしれない、うんうん、前のバドミントンの時楽しかったなゲーム感覚でできる。そう、ゲーム感覚でできるやつだったらなんかやりやすいじゃない。じゃあ考案しましょう、うん、じゃあ今年の KIP は楽しくトレーニングができる方法をじゃあ皆さん考えてくれるってことで。そうですね、はい、で1年後にはマッチョに。すごい。とりあえず靴下を履けるようになる。借金ですよ。でも男の人は絶対こうなって。
コメント待ってますからね、はい、靴下神谷派の方ぜひということで今日は健康チェックをみんなでしました。皆さんもぜひお家で簡単ですので試してみてください。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。グッドボタンもお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。まったねー。